いつもロペライオショッピングチャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます今回は2012年モデルアバルト695トリブートフェラーリトリブートアルジャポーネをご紹介させていただきますまず外装面の状態からですがフロントガラスに若干の飛び石と 左フロントのアルミホイルにガリ傷があり運転席のドアのエッジ部分に小さな傷がございますそれ以外特に目立つ傷はございません走行距離約1万7千キロと非常に低走行ですし良好なコンディションを保っております外装色は専用カラービアンコ富士 インテリアはブラックハーフレザーの組み合わせとなっておりますアバルト500をベースに数多くの専用装備チューニングが施されたハイパフォーマンスモデル695トリブートフェラーリでございますヘッドライトにはキセロンのヘッドライトが採用されておりますので夜間走行時も 安心してお乗りいただけます。エンジンスペックに関しましては、1.4リッター直列4気筒ターボエンジンが搭載され、最高出力は180馬力を誇ります。アルミホイールは、マグネシウムグレーペイントが施された、純正17インチのアルミホイールが装着されており、キャリパーはレッドキャリパーが標準装備されておりますので、 足元までバッチリと決まった一台ですまたタイヤの山に関しましては前後ともに残り6分山程度となっております続きましてリアご紹介させていただきますレコードモンザのエキゾーストシステムが搭載されておりますのでアバルトらしい力強いサウンドをお楽しみいただけます合わせてトランクスペースのご紹介です トランクの開閉は手動で行っていただきますコンパクトなボディサイズでございますのでスペースは限られますが後部座席を倒していただくことにより長いお荷物にも対応が可能です続きましてインテリアご紹介させていただきますシートはサベルト製のブラックのハーフレザーバケットシートが採用されております 運転席、助手席ともに目立った使用感はなく、綺麗な状態を保っております。ステアリングは3本スポークのステアリングが採用されており、パドルシフトが備わっておりますので、自由自在に変速をお楽しみいただけます。ナビゲーションはストラーダ製の SD ナビゲーションが装備されており、車内では地デジの視聴も可能です。 また、バックギアに入れていただきますと、バックカメラが装備されております。シフトは5速のセミオートマチックシフトが採用されており、アバルトらしいダイレクトな変速をお楽しみいただけます。また、走行モードに関しましては、センターのスイッチにて、スポーツモードを選択することが可能です。合わせて気になる車内の匂いですが、 若干方向材の匂いが残っております。では今回は2012年モデル、アバルト695トリブートフェラーリ、トリブートアルジャポーネをご紹介させていただきました。コンパクトなボディからは想像もできないパワーを発揮する、アバルトのハイパフォーマンスモデル、695トリブートフェラーリでございます。 数多くの専用装備に加え、こちらのお車は専用のビアンコ富士を身にまとったトリブートアルジャポーネでございますので、より高いデザイン性を発揮します。SD ナビゲーションや ETC 車載機が搭載されておりますので、シーンを選ばずお使いいただける一台です。大変希少なモデルでございますので、 お探しの方はぜひともお早めにご検討いただければと思います。よろしくお願いいたします。